みんな結構どれ、みんなどれぐらいサブスク入ってんの今って。みんなって Hulu とか Netflix とか入ってるわけ。アマプラは結構多いだろうけど。てか、Twitch シーカーをサボないでやろう。マイナンバーカード作ったから、マイナンバーがもうわかるから。Unext 入ってるけど、あ、まあ Unext 結構いいよな。Unext って高いけど、内容がいいからいいよな。AV 見放題やし。コミフルとアマプラくらい。あー、コミフルね。スポティファイとアマプラ、D アニメとネットフリーや。あんまりファンティアって人いないな。ファンティアで推しの作家に推して、推しの作家に見ついてますみたいな人いないな。あとチャンネルか、俺のしもやかチャンネル会員がいねえじゃねえか。しもやかさんのチャンネルですの一言言え。本当にいないんだろ。ニコニコ動画やめますって言ったら会員めちゃくちゃ減ったからな。ウケる。謎の、まあ。あれのタイミングでニコニコやめ、ニコニコのプレミアム会員とかもやめた人いるんだろうな。ニコニコもう見ないわっつってた人もいるんだろうな。結構 YouTube 行けって言われたように思ったんだけど、ことのほか切れてるやつ多かったな。まあ、結構いるよな。ニコニコプレミアムは抜けたわ。ああ、ニコニコさん、逃しましたね。でも分からんで、みんな、もしかしたらまた YouTube バンされるかも。そしたらまた入るわ。確かに。確かに、その時入ればいいし。確かに入り続ける理由じゃなかったわ。結構毎月の収入変わりそうなのに、なんでそんな平然なの。もうでもバタバタしてしょうがなくない。なんかあわわ収益減っちゃうなりってなって、もう無駄じゃない。バタバタしてたら聞いてるって言われてるしな。ほんまそのこと、お願いしたら入ってくれんのかって話で。だからこそ今からツイッチ収益化しようとか、オープンリックのサブスク頑張ろうとかしてるわけやから。死ぬ話して冷静になったな。ちなみにどんぐらいやりそう。まあ、正直、俺よりそいつの方が困ってると思うよ。まあ、困ってないか。そいつも別に気にしてないか。そいちゃんは泣いてたよ。かわいそう。いいのかお前ら。うちのお姫様が泣いてるが。これ見ますね。見なくなるのは分かんないけど、わざわざ YouTube で追いかけて足引っ張ろうとしてるやつを刺すで、お前らの調子だろ。せやねん。熱いねん。だから俺はもうどこで、だから俺はどこで配信やっても変わらないねん、何も。あははは、熱いっすね。熱いやつら集まってるわけ、もうほんまに。移行しても全員ついてくるから。実はミルダムに行っても変わんなかったんじゃないかって疑惑すらあるぐらいだからな。